親愛なる皆さんへ。私が皆さんを気にかけるのは、皆さんが何を信じているかに関わらず、私たちは皆つながっているからです。この惑星で起こっている好ましくない出来事のいくつかには、正当な説明があります。世界で現在起こっていることは、地球上の人々の否定的な考えの集合体の結果です。闇の力は、このような否定的な信念を養います。彼らがあなたをコントロールできなくなると、あなたの人生に問題を作り出そうとします。その問題は、あなたの感情的な反応やネガティブな思考によって、あなたの心を曇らせ、悪循環に陥るように感じさせます。闇の力について話すとき、通常何十年も前からポップカルチャーに登場している、グレイやレプティリアンなどの爬虫類のような地球外生命体について議論されています。これらは実在しますが、地球上のネガティブな要素の主な原因は直接彼らではありません。闇の力は人間の心に巧みに入り込み、あらゆる種類のエゴの幻想を植え付けることに成功しました。そして、人々が自分自身をコントロールし、制限し、抑制するようにプログラムされました。人々は変化を求めています。自分の問題を解決し、より有意義な人生を送りたいと思っています。しかし、多くの人は何から始めればいいのかわからず、落胆し、探すことを諦めてしまいます。すべてがうまくいかないように見えるかもしれませんが、これを覚えておいてください。世界は常に変化しており、すべては常に動いているのです。あなたの考えがあなたの現実を生み出します。前向きでポジティブな考えが多ければ多いほど、あなたの人生とこの世界でより多くの前向きな結果を得ることができます。あなたの考えが恐怖と不安に変わると、より多くの闇の勢力があなたの心に働きかけ、あなたの負のエネルギーを糧にしようとします。しかし、あなたがポジティブな考えを持つとき、光の存在があなたのネガティブな思考パターンをポジティブなものに変えようと働きかけています。現代は人類の歴史上、極めて重要な時期です。古い人生を手放し、新しく出発する最後のチャンスなのです。闇の勢力はまだ支配に固執していますが、その力を使い果たし、もはや地球に害を及ぼすことはできません。彼らは疲れ果て、私たちの思考に影響を与えることができなくなったのです。だから今、彼らはあなたの心にさらに障害を加え、地球上に多くの問題、病気、自然災害、金融危機などを作り出し、あなたが一生懸命働いても成功が得られないことを知るようにしています。今こそ闇の鎖から解き放たれる時です。前向きな変化を現実のものにするためには、愛、思いやり、真実といったポジティブなエネルギーに焦点を合わせて考え続ける必要があります。この惑星のすべての存在には、愛の普遍的な力が作用しています。常に愛とポジティブな気持ちに集中することができれば、前向きな光の力に引き寄せられ、保護されるようになります。私たちは皆、その同じエネルギーでつながっています。ですから、世の中の出来事と私たち自身の人生が密接に関係していることは理にかなっています。闇の勢力は、あなたの人生の幸せな瞬間を台無しにしようとしてきました。しかし、今回は違います。光の力の時代がもうすぐ到来します。そして、あなたの人生のこれまでの幸せな瞬間を、再び完全な力で取り戻すでしょう。このような問題を引き起こしていたネガティブな力から、ポジティブな力があなたを守ってくれるので、あなたは心配することなく、再び人生を楽しむことができるようになります。光の力があなたと共にあり、近づいてくる時代を導いてくれるため、恐れる必要はありません。ただ、何でも自分でやるのではなく、自分にとって嫌な経験をさせているものを止めるようにすればいいだけです。今の自分にとって何が良いのかを認識していれば、
安心感はどんどん長く続きます。変化の時は始まりました。あなたが目を覚まし、やるべきことを行う時です。私たちはあなたを心から愛しています。愛と光を込めて、銀河連邦。